ジェシーとフランクのジェームズ兄弟、1872年、ジェイムズ・ヤング・ーギャング団は、19世紀、アメリカ合衆国で著名だった武法者の集団であり、その中には悪名高いジェシー・ジェイムズが含まれていた。ジェイムズ・ヤング・ーギャング団は、ミズーリ州を中心に活動した。通常、数ヶ月の間隔を置いて、襲撃の犯行に及んでいたので、参加メンバーはその度に違っていた。 ヤンガー兄弟とジェームズ兄弟、クレル・ミラー、アーサー・マッコイ、チャーリー・ピッツ、ジョン・ジャレット、ビル・チャドウェル、マシュー・エイス・ネルソンなどのメンバーが入れ替わりつつ、加担した。ジェームズ兄弟とヤンガー兄弟はたびたび、血縁関係にあると伝えられていたが、少なくとも血縁によるつながりはなかった。ジェームズ・ヤンガーギャング団が解散した1879年以降も、ジェームズ兄弟は、 クレル・ミラーの兄弟、エド、フォード兄弟、ビル・ライアン、ディックル・リディル、ハイト兄弟と共に犯罪を重ねていった。ジェイムズ・ヤング・ーギャング団は、南軍のブッシュワッカーと呼ばれたゲリラ兵集団に、その起源があり、南北戦争の時に、ミズーリ州を2分して荒廃させた苦しいゲリラ戦を、戦った者たちだった。戦後この集団の犯罪は1866年に、 始まったが、真にジェイムズ・ヤング・ギャング団となったのは早くとも1868年で、あり、ケンタッキー州、ラッセルビルのニムロトロング邸で起きた強盗の容疑者として、捜査当局が、コール・ヤング・ーとジェイムズ兄弟二人を指名した時だった。1876年、一味が、ノースフィールド第一国定銀行に強盗に、押し入ろうとして失敗した後、ミネソタ州で、 ヤンガー兄弟が捕まり、ギャング団は解体された。その3年後、ジェシー・ジェームズが新しいギャング団を組織し、その犯罪歴を再開したが、1882年に絵を描けている時に背中を打たれて死亡し、終焉を迎えた。その活動した間に、ミズーリ州、ケンタッキー州、アイオワ州、テキサス州、アーカンソー州、カンザス州、ウェストバージニア州で、 銀行強盗、列車強盗、駅馬車強盗を繰り返した。南北戦争が始まった時から、ミズーリ州は公式に北部に止まったままだった。しかし海戦につながった、先導の多くがここを中心にしており、北軍、南軍ともに、ひたむきなゲリラが出てきた。1861年末の前に、地元の北部支持者と分離主義者が、州全体で互いに戦闘を始め、 南軍のゲリラ部隊と北軍の組織された部隊との間にゲリラ戦が起きた。1862年初期、北部支持者の暫定政府が次第に組織化され恐ろしい存在になってきた南軍ゲリラと戦うために、州民兵隊を動員した。これらの闘争は、アメリカ連合国の首都リッチモンドが陥落し、ロバート・イーリー将軍が降伏するまで激しく続き、 数多くの命が失われ、田園部の広い範囲が荒廃した。南部ブッシュワッカーの絡ら闘争は、どこでも急速に加速して、南北両軍による残虐行為が続くことになった。北軍は、裁判なしに容疑者を処刑したり、拷問にかけたり、また、ゲリラ容疑者や彼らを助けたあるいはかくまった容疑者の家を焼いたりすることが多かった。信頼性が疑われる場合には、 告発されたブッシュワッカーが処刑されることも多く、カークスビルの戦い後のフリスビー・マカルーチ佐がその例だった。ブッシュワッカーは家から家を渡り歩き、北部支持の農夫たちを処刑した。ジェームズ兄弟とヤンガー兄弟は南部に繋がりのある奴隷所有一家に属していた。ジェームズ兄弟の母、ゼレルダ・サミュエルは南部の支持をこわだかに叫ぶものであり。 一方、ヤンガー兄弟の父、ヘンリー・ワシントン・ヤンガーは、北部支持者と考えられていた。コール・ヤンガーが、ブッシュワッカー、すなわち、南軍として、最初に戦うことを決めたのは、北軍の手でその父が死んだことに返せられるのが、通常である。コール・ヤンガーとフランク・ジェームズは二人とも特に有名な、ブッシュワッカー指導者、ウィリアム・クラーク・クアントリルの下で戦ったと考えられるが、 コールは最終的に南軍の正規軍に加わった。ジェシー・ジェームズは16歳の1864年にゲリラ活動を始め、フランクと共にアーチー・クレメントやブラッディ・ビル・アンダーソンの指導下に戦った。終戦の時、フランク・ジェームズはケンタッキー州で降伏した。ジェシー・ジェームズは北軍民兵に降伏しようとしたが、ミズーリ州歴シントンの郊外で敗を撃たれた。 その50枚のゼレルダ・ジー・ミムズに看護されて回復し、最後は結婚した。コール・ヤンガーはカリフォルニア州に行っていた任務から戻った。クアントリルとアンダーソンはどちらも殺された。しかし、ジェームズ兄弟は昔のゲリラ仲間との交友を続け、アーチー・クレメントの指導下にまとまっていた。ミズーリ州のレコンストラクションで混乱した時代にゲリラを無法者に変えたのは、 クレメントの可能性がある。1866年2月13日、ガンマンの一軍がクレー軍貯蓄協会を襲い、現金と再建6億ドルを盗んだのが、アメリカ市の中で初の日中、平時の武装銀行強盗となった。州当局はアーチー・クレメントがこの襲撃を指揮したと疑い、すぐにその逮捕について懸賞金を出した。時間が経つと、 容疑者の中に、フランク・ジェームズ、コール・ヤンガー、ジョン・ジャレット、オリーバー・シェパード、バッド・ペンスとドニー・ペンス、フランク・グレッグ、ビル・ウィルキンソンとジェームズ・ウィルキンソン、ジョーブ・ペリー、ベン・クーパー、レッド・マンカスとアレン・パーマーが含まれるようになった。1866年6月13日、クアントリルの襲撃隊に属した2人が、水ズりリ州ディペンデンスにおける、監獄襲撃で解放され、 監視のヘンリー・バグラーが殺された。ジェームズも関与していたと考えられる。この犯罪で一連の強盗が始まり、その多くはクレメントのブッシュワッカー集団に関連付けられた。この集団に明らかに結びつけられる強盗は、1866年10月30日、レキシントンのアレクサンダー・ミッチェル・カンパニーを襲ったものであり、被害額は2011.5ドルだった。 クレメントは、この時州を支配していた、共和党政府の役人に対する暴力と脅しにも結びつけられた。選挙の日に、クレメントは徒党を率いて、歴ントンに入り、投票所から共和党の投票者を追い出して、同党の敗北を確実にした。州民兵隊の文献隊が町に派遣された。この部隊は、ブッシュワッカーを解散するよう説得し、続いて、 まだ賞金のかかっていたクレメントを捕まえようとした。クレメントは幸福を拒み、レキシントンの通りを舞台にした銃撃戦で撃ち殺された。クレメントが死んだにもかかわらず、その昔の追随者たちはまとまったままであり、1867年5月22日には、レキシントンからは、ミズーリ川の対岸にあるリッチモンドで銀行を襲い、町長と警官二人が殺された。 さらに1868年3月20日、ケンタッキー州、ラッセルビルのニムロット・ロング銀行襲撃が続いた。しかし、この2つの襲撃の後、年長のブッシュワッカーが殺されたり捕まえられたりした。このことで、ジェームズ兄弟とヤンガー兄弟が対等することになり、以前のクレメントの仲間が、ジェームズ・ヤンガー・ギャング団に変わった。1869年12月7日、 フランクとジェシーのジェームズ兄弟はギャラティンのデイビーソ軍貯蓄協会を襲ったと考えられている。ジェシーは現金水筒係のジョン・ダブル・シーツを撃ち殺したと見られている。シーツは南北戦争の時にブラッティビル・アンダーソンを待ち伏せて殺した北軍民兵士官サミュエル・ピーコックスと誤認されていた。この犯罪の極めは数日後に自警団に取り囲まれた ジェームズ兄弟が劇的な脱出を行ったことであり、ジェシーが書いた文書が新聞に掲載されたことで、ジェシーを有名にした。ジェシーは10年以上後の島で有名になり、悪評を上げ続けた。カーニーのジェシー・ジェームズ農園。当初の農家が左、ジェシーの死後に追加されたものが右。右手クリークの向こう丘の上に1875年4月12日に、 家で殺されたダニエル・アスキューの家がある。アスキューは1875年1月にこの家を爆破するときにピンカートンに協力したと疑われた。ジェームズの当初の墓はこの敷地にあったが、後にカーリーの墓地に移送された。当初の祖先は外にあるが、家族が墓石を動かした。1871年6月3日、フランク・ジェームズとジェシー・ジェームズ、コール・ヤンガー。 クレルミラーがアイオワ州コリドンの銀行を襲った。この銀行はシカゴのピンカートン全国探偵機関に連絡し、この有名な機関がジェイムズ・ヤンガー・ギャング団を追求する最初の機会になった。この機関の設立者アラン・ピンカートンが息子のロバートを派遣し、軍保安官と協力してギャング団をミズーリ州シベルベンドの農園に追い詰めた。 短い銃撃戦が起こった後、ギャング団はうまく脱出した。1871年6月24日、ジェシー・ジェームズは、カンザスシティタイムズに投稿し、共和党は、自分とフランクを強盗を働いたと告発することで、南軍への忠誠心ゆえに迫害していると主張した。しかし、私は堕落した。旧進党が私について、どのように考えようとも気にしないと記し、 私が強盗だったと彼らが考えるよりも、早くそうではなくなるだろうと続けていた。1872年4月29日、ギャング団はケンタッキー州コロンビアの銀行を襲った。その一人が金庫を開けることを拒んだ、現金水筒係の RAC マーティンを撃ち殺した。1872年9月23日、3人が数多い人のいた第二回カンザスシティ。 産業博覧会、ギップ売り場を襲った。彼らは900ドルほどを奪い、その後に起きたギップ販売員との闘争の中で誤って小さな少女を撃った。この強盗がヤンガーあるいはジェームズ兄弟によって行われたという証拠はない。ジェシーは手紙を書き、自身あるいはヤンガー兄弟の関与を否定した。コールヤンガーはこの件について激怒し、その手紙の前に自身と弟のジョンが 犯罪に関わっていなかったと主張した。この事件は、カンザスシティタイムズの編集者、ジョン・ニューマンエド・アワーズによって、犯罪の岸道と題する有名な論説で、称賛された。その後まもなくジェシー・ジェームズのものと考えられる匿名の手紙を掲載したが、それは近づく、大統領選挙に言及していた。一体の者が大胆な強盗を働いたとして、奴らを吊るし上げろという声がある。 しかしユリシーズ・グラントとその党は何百万もの金を盗んでもそれで万事よしであるとその無法者は書き彼らは貧乏人と金持ちから奪い我々は金持ちから奪って貧乏人に分け与えているとしていた1873年5月27日ジェイムズ・ヤング・ーギャング団がミズーリー州セント・ジェネビーブのセント・ジェネビーブ貯蓄協会を襲った彼らは空中に向かって発砲し 万歳、ヒルデブランド、と叫びながら、馬で逃げた。ヒルデブランドとはその地域で著名な南軍のブッシュワッカーであり、イリノイ州で撃たれて死んだばかりだった。1873年7月21日、ギャグ団は初めて列車高騰を働いた。アイオワ州アデア近くで、ロックアイランド鉄道の機関車を脱線させた。この衝突で、機関士のジョン・ラファーティが死んだ。ギャングは、 荷物専用車の運送会社金庫から2337ドルを奪ったが大量の現金を運んでいた大陸横断急行の荷物は見逃すところだった。1873年11月23日、ジョン・ニューマン・エドワーズはその新聞であるセントルイス・ディスパッチにつけた20ページの特別増刊でジェームズ兄弟、ヤンガー兄弟、アーサー・マッコイの長い賞賛文を掲載した。 この増刊の大半は、恐ろしい五人組と題され、ギャング団の公的顔であるジェシー・ジェームズに捧げられ、無法者たちの南軍に対する忠誠心を強調していた。1874年1月、ギャング団は、ルイジアナ州、ビゲンビル軍で、駅場車強盗を働いたと疑われ、また後には、アーカンソー州のマルバーンとホットスプリングスの間でも、発生した。 アーカンソー州の時、南軍の退役兵に北部の者が無法に借り立てており、それで支払わせているつもりだと言って腕時計を返した。1874年1月31日、ミズーリ州ガズヒルでアイアンマウンテン鉄道の南行き列車を襲った。列車強盗を働いた2階の中では初めて乗客からも金品を奪った。 どちらの列車強盗でも通常の標的は運送会社に属する荷物専用車の金庫であり異常なくらい少量の金しか積んでいなかった。水売りリ州の場合、ギャングは乗客の手を調べ労働者からは奪わなかったとされている。多くの新聞がこれはアーサー・マッコイのギャングがやったと書いていた。ジョン・ヤンガーがズヒルで強奪された金庫を所有していたアダムズ・エクスプレス・カンパニーが この無法者たちを捕まえるために、ピンカートン全国探偵機関を雇った。1874年3月11日、ジェームズ兄弟を捜査するために派遣された、ジョン・ダブリューウィチャーが、ミズーリ州ジャクソン郡田園道路の傍らで、射殺されているのが見つかった。他にジョン・ボイルとルイス・ジェーラルという二人のエージェントが、副保安官エドウィン・ビー・ダニエルズに伴われ、牛のバイヤーのふりをして、 ヤンガー兄弟を追っていた。1874年3月17日、この3人はミズーリ州モーンゴースプリングスに近い田舎道で、ジョン・ヤンガーとジム・ヤンガーに止められた。ボイルは逃亡し、ラルとダニエルズが撃たれ、ジョン・ヤンガーはラルに殺された。ダニエルズはその時死んだが、ラルはその時点では生き残り、数日後に傷が元で死ぬ前に検視官の質問に答えることができた。 ジョン・ヤンガーは1871年1月にテキサス州の警官二人を殺していた。ピンカートンの探偵が死んだことでミズーリ州の戦後では最初の民主党知事サイラス・ウッドソンが感じていた当枠がさらに深刻になった。ウッドソンはアイアン・マウンテン強盗の犯人に2000ドルの賞金をかけ、 議会を説得してこの悪名高いギャングを追い詰めるために1万ドルのシークレットサービス資金を提供させた。最初のエージェントである JW ラグスデールは1874年4月9日に雇用された。同年8月30日、3人のギャングがミズーリ州歴ントンからミズーリ川を渡る駅馬車を襲った。これは町の崖上から数百人が見ている前で起きた。 強盗のうち二人はフランク・ジェームズとジェシー・ジェームズだと乗客が証言した。知事代行のチャールズ・ P ・ジョンソンはセントルイス警察から選別したエージェントを派遣した。1874年12月8日、カンザス州マンシー近くでギャングがカンザス・パシフィック鉄道の列車を襲った。これはギャングにとっては3万ドルと最も収穫の多いものとなった。 ギャング団の新参者だったウィリアム・バット・マクダニエルが強盗した後でカンザスシティ警察の警官に捕まえられ逃げようとした時に射殺された。1875年1月25日夜、ピンカートンのエージェントがジェームズ・ノーウェンを取り囲んだ。フランクとジェシーの兄弟は以前からそこにいた可能性が強いが、すでに立ち去っていた。ピンカートンのエージェントは鉄の発火装置を 家の中に投げ込み、炎を上げていた暖炉に転がり入った時に爆発した。その爆風で、ジェームズ兄弟の母、ゼレルダ・サミュエルの右腕を飛ばし、9歳の衣服の弟、アーチー・サミュエルを殺した。1875年4月12日、身元不明のガンマンが、隣人のダニエル・アスキューを射殺した。アスキューは、元北軍の民兵であり、 ピンカートンのエージェントが襲撃した時にはその家が基地になっていた。この時点でアラン・ピンカートンはジェイムズ・ヤング・ーギャング団の追跡を止めた。1875年9月7日、ギャングはウェストバージニア州ハンティントンに行って銀行を襲った。新しいメンバーであるトム・マクダニエルズとトム・ウェップの二人が参加した。マクダニエルズは自警団に殺され、ウェップは捕まえられた。 他にいたコールとフランクは逃亡した。ウェップは南軍の退役兵であり、フランクやコールと共にローレンスにいた。1875年にはまた、ジェームズ兄弟がテネシー州ナッシュビルの郊外に移動しており、おそらく探偵による将来の襲撃から母を救い出すためだった。そこに行ってからジェシーは地元新聞に手紙を書き、 南軍の英雄及び旧神派共和党の必要さに対する殉教者としての事故の位置づけを強調した。1876年7月7日、フランクとジェシーの兄弟、コール、ジム、ボブのヤンガー兄弟、チャーリー・ピッツ、ビル・チャドウェル、ホップス・ケリーがミズーリ州オッタービル近くのロッキーカットでミズーリーパシフィック鉄道を襲った。ケリーは加入したばかりであり、 事件から間もなく逮捕され、すぐに共犯と同定された。ロッキーカットの襲撃で、ジェイムズ・ヤング・ー・ギャング団の歴史では、最後の行動の舞台を作った。1876年9月7日のミネソタ州、ノースフィールド襲撃がそれだった。標的は、ノースフィールドの第一国定銀行であり、以前は南部や境界州でのみ働いていたギャング団の行動範囲からははるかに離れていた。 この銀行自体は異常なくらい裕福というものでもなかった。国定銀行すべてに要求される公的報告書によれば通常の田舎銀行そのものだったが、ノースフィールドのエイムズミル所有者の息子であり、近年退任したレコンストラクション時代のミシシッピ州知事やデルバート、エイムズ将軍がノースフィールドの銀行に5万ドルを預けたという噂があった。強盗があってから間もなく、 ボブ・ヤンガーは、ベンジャミン・フランクリン・バトラーとアデルバート・エイムズという二人の、北軍将軍かつ旧進派共和党員に銀行が関係していたので、そこを選定したと公表した。バトラーは、南部から憎まれたものであり、バトラーとエイムズは、義理の親子だった。エイムズ将軍は、ミシシッピ州知事時代に解放奴隷の公民権と選挙権獲得を強く推進し、 最近ノースフィールドに移ったばかりだった。そこでは、エイムズの父がキャノン川沿いに工場を所有しており、銀行への貯蓄額も大きかった。ギャングの一人は、エイムズに恨みを持っていたとボブは語っていた。コール・ヤンガーは何年も後に同じことを語り、強盗の直前にノースフィールドの通りで、エイムズ将軍にご挨拶したことを思い出していた。ノースフィールドの第一国定銀行、 冒頭に襲われた1876年9月、初旬、フランクとジェシーの兄弟、コール、ジム、ボブのヤンガー兄弟は、チャーリー・ピッツ、クレル・ミラー、ビル・チャドウェルと共に、列車で、セント・ポールとミネアポリスに向かった。セント・ポールで待ち合わせた後、2つのグループに分かれ、ノースフィールドの両側にあるマンケイ島と、レッド・ウィングにそれぞれ向かった。彼らは、 高価な馬を買い求め長周辺の地形を偵察し、9月7日、木曜日の朝に、ダンダスに近いキャノン川沿い、ノースフィールドの南で落ち合うことで合意した。ギャング団は9月7日午後2時に銀行を襲おうと、した。ノースフィールドの住民は、正午少し過ぎに工場に近いレストランを、ギャングのメンバーが出て行くのを目にしており、フェアボーであったヤンガー兄弟の裁判では、 アルコールの匂いがし、工場近くでエイムズ将軍に出会った時は明らかに酔っていたと証言した。彼らがフライドエッグを食べたレストランを出て行く時、住民はウィスキーの匂いがしたと証言した。3人がエイムズミルの傍らの橋を渡り、銀行に入った。その他の5人は外で見張りに立ち、2人ないし3人が馬に乗ってディビジョン通りを行き来し、 銃を放って通りから人を追い出した。地元住民は強盗が今行われていることを認識し、数人が地元金物屋から武器を取った。彼らは物陰に隠れてギャング団に銃弾の雨を降り注がせた。この銃撃戦の間に銀行とは通り向かいのダンピアハウスホテル3階の窓からヘンリー・ウィーラーという市民素芸機種がミラーを殺した。 別の AR マニングという狙撃手が通りを下ったシバービルの角からスタイルズを殺した。その他にも市民狙撃手がヤンガー兄弟を負傷させた。ボブは肘を砕かれ、ジムは顎を撃たれた。市民で唯一殺害されたのは最近スウェーデンから移民してきたばかりのニコラス・グスタフソンであり、武装していなかった。グスタフソンは5番通りとディビジョン通りの角でコール・ヤンガーに殺された。 ノースフィールドの西、ミラーズバーグ地域には1876年時点で、スウェーデン移民13家族がおり、ピーター・グスタフソンには、兄弟のニコラスとおいのエルンストがスウェーデンから、最近加わったばかりだった。その日の朝、ミラーズバーグの西で、ピーター・ヤングキストと、スウェーデン隣人4人が、ラバに装具をつけて、農産物を売るためにノースフィールドに向かった。ヤングキスト隊と共に、 馬で向かったのが30歳のニコラス・グスタフソンだった。スウェーデン人たちは午後1時頃にノースフィールドに到着し、キャノン川沿い5番通り近くで野菜の荷車を据えた。午後2時頃銃声を聞いた。ニコラス・グスタフソンが1ブロック離れた、ディビジョン通りと5番通りの交差点に走って行き、そこで頭を撃たれた。ニコラスは4日後に死んだ。ジョン・オルソンという別のスウェーデン人は、 グスタフソンが撃たれた場面を目撃し、後にコール・ヤンガーの裁判で証言した。銀行の中では、現金水筒係助手のジョセフリー・ヘイウッドが金庫を開けることを拒み、殺害されていた。銀行の他の従業員二人は、窓口係のアロンゾ・バンカーと簿記係助手のフランク・ウィル・コックスだった。バンカーは、裏口から走り出て脱出したが、ピッツが放った銃弾で右肩を撃たれた。 三人の強盗は、外の銃声を聞いた後で銀行から走り出て、馬に乗り、逃げていったので、銀行からは、高価の袋いくつかを持ち出しただけだった。この悪名高いギャング団は、勇敢な市民ゆえに、またメンバーが酔っ払っていたゆえに失敗した。ノースフィールドでは、毎年9月に、恐ろしいジェームズ・ヤンガーギャング団に対して、町が勝利したことを祝い。 ジェシー・ジェームズ敗北の日を開催している。ミラーとスタイルズが殺されたことに加えて、ギャング団のメンバーすべてが負傷しており、コールは左腰を撃たれ、フランク・ジェイムズは右足を撃たれ、ピッツも同様であり、ジェシー・ジェームズは逃げる時に桃に銃弾を受けて最後に負傷したものとなっていた。6人は馬で町を出て、ダンダス道路をミラーズバーグに向かった。そこは、 メンバーの4人が前夜を過ごした場所だった。時警団が加わり、数百人による警戒線が張られた中で、地元民からの追跡を交わして、数日間が過ぎた後、ギャング団はやっとマンケートを成功外に到着しただけだった。彼らは別れて行動することにした。ヤンガー兄弟とピッツは、徒歩のまま西に向かい、ノースフィールド襲撃から2週間後の9月21日、 ミネソタ州マデーラの北と西にあるハンスカスローという沼に追い込まれた。そこで起きた銃撃戦でピッツが殺され、ヤンガー兄弟は再度負傷した。ヤンガー兄弟は降伏し、処刑を避けるために殺人罪での有罪を認めた。フランク・ジェームズとジェシー・ジェームズは馬を確保し、ミネソタ州南部を横切って西に逃げ、ダコタ順州の中に入って南に転じた。 まだ数百人の追手がおり、全国に警報が伝えられた中で逃亡したが、この時点で悪名高いジェイムズ・ヤンガー・ギャング団は、亡くなった。1876年9月23日、ヤンガー兄弟は、フェアボーのライス軍監獄に連れて行かれた。11月16日、大陪審が、起訴状を発行し、ジョセフ・ヘイウッドとニコラス・グスタフソンの一級殺人2件、銀行強盗1件、 負傷した銀行員を武器で襲ったこと一件が挙げられた。ヤンガー兄弟3人は11月20日に有罪を認め、スティルウォーターの州立刑務所での終身刑を宣告された。ボブヤンガーは1889年9月15日に刑務所で結核のために死亡した。36歳だった。コールとジムは大きな法律論争があった後の1901年に、 ミネソタ州に泊まるという条件で保釈された。ジムはセントポールで保釈中の1902年10月19日に拳銃で自殺した。54歳だった。コールは1903年にミネソタ州を離れ、二度と戻ってこないという条件で釈放された。コールはミズーリ州に戻り、そこでフランク・ジェームズと共にワイルドウェストをテーマにしたショーに参加し、 72歳の1916年3月21日に、そこで死んだ。ジェシー・ジェームズは1882年4月3日に、ギャングの一員に撃たれて殺された。ノースフィールド悲劇の後で残虐で鳴らした、ジェームズ・ヤンガー・ギャング団は、その存在を止めた。ヤンガー兄弟は、刑務所に入っている間も、ジェームズ兄弟に対して忠実であり、彼らについて、情報を漏らすことはなかった。 模範囚人として暮らし、刑務所でコールヤンガーは、ミネソタ州、スティルウォーターの州立刑務所で、国内でも最も長く出版され続けている新聞を、創刊した。ニコラス・グスタフソンは、ミラーズバーグのスウェーデン村には、墓地がなかったので、1876年に、ノースフィールドで埋葬された。その死後、スウェーデン人移民は、教会と墓地の設立を決断した。 ピーター・ヤングキストとカール・ハードラーが家に隣接しサークル庫を見下ろす土地1エーカーを寄付し1870今日この教会はアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定され教会前面にある歴史標識はニコラス・グスタフソンと設立者の話を伝えているロバート・フォード、ジェシー・ジェームズの暗殺で知られているフランク・ジェームズはうまく逃げ延びて テネシー州ナッシュビルでジェシーと合流し、そこで次の3年間は平和に暮らした。特にフランクはホワイツクリーク地域での農業で新しい暮らしを楽しんだと思われる。しかしジェシーは通常の暮らしにはうまく適応できなかったと考えられる。新しい仲間を集めて犯罪の世界に戻っていった。1879年10月8日新しいギャング団を率いて、 ミズーリ州グレンデール近くでシカゴアルトン鉄道を襲った。この時、ジェシーの新入りの一人、タッカー・ベイシャムが時系団に捕まえられた。ベイシャムはビル・ライアンによっていかに団に加えられたかを当局に説明した。1880年9月3日、ジェシー・ジェームズとビル・ライアンがケンタッキー州マンモス警部近くで駅馬車を襲った。同年10月5日、 彼らは、ケンタッキー州マーサーで、ジョン・ドーベイの店舗を襲った。1881年3月11日、ジェシー、ライアンとその重廷のウッドハイトが、アラバマ州マッスル・ショールズで、連邦政府給与支払い担当者を襲い、5240ドルを奪った。そのすぐ、あと、酔っ払って豪語していたライアンがナッシュビルに近い、ホワイツ・クリークで逮捕され、フランクとジェシーは、 ミズーリ州に逃げ戻った。1881年7月15日、フランクとジェシー、ウッドとクラレンスのハイド兄弟、ディックリディルが、ミズーリ州、ウィンストン近くで、ロックアイランド鉄道を襲い、900ドルを奪った。車掌のウィリアム・ウェストフォールと乗客のジョン・マカルーが、ギャングの一人に殺された。1881年9月7日、ジェシー・ジェームズが、シカゴ・アンド・アルトン鉄道を襲い、 これが彼の最後の列車強盗となった。運送会社の金庫が空に近いことが分かり、彼らとしては二度目となる乗客からの金品強奪を行った。この列車強盗事件が契機となって、新しい水売州知事トマスティ・クリッテンデンは、州内の鉄道会社と運送会社の役員を説得し、ジェームズ兄弟に対する大きな懸賞金を設定した。1881年9月7日、 クリード・チャップマント・ジョン・バグラーが強盗に関わった容疑で逮捕された。彼らは有罪となったギャング団メンバーによって強盗に参加していたことを確認されたが、二人ともに有罪にはならなかった。1881年12月、ホード兄弟の妹、マーサ・ボルトンに関わる論争で、ウッド・ハイトがリックリディルに殺された。ボブ・ホードはまだギャング団に入っていなかったが、その銃撃戦で、 リディルを援助した。フォードとリディルは、ボルトンを仲介人として、クリッテンデン知事と取引した。1882年2月11日、ジェームズ・ティンバーレイクが、ウッド・ハイトの弟、クラレンスを逮捕し、クラレンスは自白したが、刑務所で結核のために死んだ。一方、フォードは、懸賞金と引き換えに、ジェシー・ジェームズを引き渡すことに合意していた。1882年4月3日、 フォードはジェシーを耳の後ろから撃って致命傷を負わせた。ボブと兄のチャーリーは当局に出頭し、有罪を認め、即座にクリッテンデンによって捕食された。1882年10月4日、フランク・ジェームズはクリッテンデンのところに出頭した。証言によれば、ミネソタ州ノースフィールドに送還されることはないという理解で出頭した。 二つの事件のみで裁判が開かれた。一つは1881年7月15日、ミズーリ州ウィンストンでのロックアイランド鉄道強盗で列車の車掌と乗客一人が殺されていた事件であり、ミズーリ州ギャラティンで開かれた。もう一つは1881年3月11日、アラバマ州マッスルショールズでアメリカ陸軍工兵司令部の給与支払い担当者を 襲っていた事件であり、アラバマ州ハンツビルで開かれた。この両事件で、陪審員は、フランク・ジェームズを無罪と判断した。ミズーリ州は、他の告発でもフランクに対する、司法権があったが、裁判とはならず、ミネソタ州への送還も行わないようにしていた。フランク・ジェームズは72歳の1915年に、死んだ。ありがとうございます。